我已经忘记有我测试的时候玩到哪里了。聖剣伝説3 Trials of Mana。 改一下，你居然好大声。よろしくお願いします。很大欸、山の見回りに出て私がやってみましょう。みんな見てて。リース様、気をつけて。ズレズ。ローラントの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風、
風が泣いている。泣いている。山岳地帯ローラント、ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかし、さて武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。眼神怪怪的，乖乖。天顶上有一只树。妹子一起睡，我不自己走。没有，我把那里关掉。
哦，艾丽丝大人，雅尔玛奶妈，她住在国王房间右边。他哪边不都一样？ご存知ありませんか？え、ナイスお父さんま。わしは目が見えぬが。え、なお爸爸すごしやつ。待っておれ。そう遠くへは行ってないようじゃな。乔斯達国王。おそらく城のどこかにおるようだが。原来是乔斯达家族。本当に。乔乔。どこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。ねえ、エリオットを見かけなかった？おや、あたしはてっきりエリオット王子はリースお嬢様と一緒だと思ってましたよ。这奶いつもはお嬢様のおそばを離れようとしないのに。お妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が母親みたいなものですからね。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなった。幼いリースの目に映ったのは静かに眠る母の顔と新しく生を受けた自分の弟の顔であった。弟、国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。だが幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、母の分までエリオットに愛情を注ごうと誓ったのだった。お母様、お母様、ぼっちゃん、ぼっちゃん、ビオパン、なんだ？ぼっちゃんはこの城の王子様だよね。王子様だよね。これからとっても面白いことが始まるよ。とっても面白いの。じゃーん、私は旅の手品師です。今日は王子様にとっておきの手品をお見せしよう。はい。さて、お次は分身の術。はい。分身の術。王子様、
まだまだすごい手品があるよ。ほら、そこに地下室があるだろう。そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ、行こう。行こう。还要找哦，把臭小孩怕去了。手控，什么密码？我会找到。钱拢欧贝丹，请问你有什么事吗？哦，是我。我是公主，你这样跟我说话，我一定要去里面，就是好饿哦。灰熊，拍死，今嘛袂使予任何人入去。阿伯。乔斯大国王，原来乔斯大国王已经会念能力了。先到钱钱呢？我忘了要去哪里找了。再者，那个臭小孩跑哪去了？给我，从白天找到晚上还找不到果轮。
是奶妈没有看到她。原来在这里。まったく、稽古の時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。红发妹，往地下室走了。慌てないで。私は手品師1号ビルでござい。同じく2号ベンでござい。ベンでござい。なんだ、分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの超大魔術をご覧に入れよう。さあさあ坊主、王子様こちらへ。ん？王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな？当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほっほー。では、その王族の鍵とやらで、ちょっとだけ風を止めてもらえるかね。とっておきの手品というのは、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだ。本当に？王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。お母様に、お母様に会えるの？でも、リスお姉様も絶対風を止めちゃダメだって。ダメだ。はあ、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様は、この術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのかも。そんな。そんな。さあ、どうする？ぼやぼやしてると、お姉様に見つかっちまうぞ。ほら、噂をすれば。さあ、急いで。お姉様に見つかったら二度とお母様には会えないよ。でも。このガキ、さっさと仕上がれ。お前たち、何者です？エリオットを話しなさい！お姉様！やったぞ！難攻不落を誇るローラント城も、この風さえなければ、我がナバール忍者軍の敵ではない！今頃城内には一斉に侵攻が始まっているはずだ！ナバール忍者軍団！ローラント城は、我々ナバール盗賊団改め、ナバール王国の城として生まれ変わるのだ。盗賊団最後の仕事が城を盗むことだなんて生かすだろう。生かすだろう。おのれ、敵国のスパイめ。おっと、そんなことをやっている暇はあるのかな。ジョスター国王は今頃見えない目でどうやって戦っているのかね。お父様、エリオット来るのよ。
这样被丢下来了，好可怜哦。ほらな、坊主。リース姉さんはお前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあ、こっちに来い。嘘だ。やめろ、お姉様。黙れ。黙れ。エリオットがいない。完了，你什么都丢掉了。拢烧起来。哎呀，乔斯达，最后一个人又死啦！而且不是被利奥打死的。知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、お父様、私のせいでエリオット
エリオットが。すでに城内にはエリオットはいないようだ。気配が遠のいた。おそらく敵にさらわれたのだろう。リース、エリオットを、エリオットを頼んだよ。お父様、お父様。よし、敵はほぼ全滅した。一旦ナバールに帰り、フレイヌ・カーン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。風が今頃になって風が戻ったって。エリオット、でもどこに行けば。以前お父様が困った時は聖都ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。啊、他没有留下来帮忙善后，然后人就走掉了。お母様、お父様やみんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。脱了。ナバールの襲撃によりノーラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは弟エリオットを探すべく今一人旅立つ。
ジャードの町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。獣人が町を襲うなんて。早くウェンデルに行きたいのに。エリオットを助けるために町を脱出する方法を探さないと。先让我来掠夺一番。没关系，你们什么都不用说。这应该是人家许愿池吧，对不对？偷拿人家许愿池的钱，就等于偷了走人家的愿望。谁把私房钱放在屋顶？以为这样我就找不到了。那个糖果是过期的吧？まったくよ。まったくよ。どうせ親父、武器屋が武器売ってねえなんて、シャレにもならねえや。それにつけても。獣人のやつら頭にくんな。しかしあの数、俺一人じゃ太刀打ちできねえし。えい、腹が立つ。你不要生气，我也买不起。啊、怎么妹子妹子一起睡你的被窝好像很暖。算了，到时候一起送好了。阿洛安，阿洛是刚到家吗？
哎呦！びっくりした。见面。哦。真是烤肉。頼む。オイラがオイラも獣人だけど、今他の獣人たちに見つかるわけにいかない。頼んだよ。再过一个小时之后再回来。太阳诺大神，我想要天使圣杯。没办法，是因为有门禁吗？哦，你们考八个小时哦，是哎。这里的兽人用海狼模型杀，哦，帅耶！おや、どうしたんだい？美しいお嬢さん。それまでここで、俺とデートでもしようじゃないか。他越来越帅嘞，真的。おっと、そう怖い顔しなさんな。好多、哦。冗談だよ。你是不是欠抽还想撩？俺家那先弄个，啊，算了。我想要困一暗。ビーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することが多い。2000塊等于2条。夜は表に出ない方がいいぞ。哦，我最近也好想去好事多搬牛肉回来哦。実はそこが狙い目さ。やつら変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。搬一整条回来，然后慢慢慢慢煮，慢慢煮。夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。我们几个人那吃，这样这么多还吃不完。手薄になる。街を抜け出すチャンスだ。警備が夜に手薄になるなら。宿屋で休んでいた方が良さそうです。エリオット、待っていてね。あ、あ、不是啊、让我睡觉。那我要自己去楼上睡觉是不是？我要困一暗。哦，唔是伫只困，八奶哦，那还 OK 啦。不收费哦，是连那个小姐也不收费哦，你们很过分，要变身了，啊、超级赛亚人呐、啊！哦，不是，哦，那个头的比例不是我在讲，那个头的比例真是。超级诡异的怪，妹子起床啦！妹子起床啦！妹子都不起床。牛肉加起司，我觉得一块大概就是骰子牛那样大小，然后再加起司下去烤，直接烤，然后加起司，加起司之前撒一点点的盐，提个味道，哦，超赞的！我是妹子呢。人家是女生，
好爽哦，这都好咯，太冷了，我不想出去。我朋友他们找我去那个海产店。二号还有一团，所以就跟他们讲说不出门了。抽到！早一天去好事多搬牛肉回来吃好了。搬一整条牛肉回来。吃到吐了！哎呦，人家是女生。升级了。这个升级完没？还没去研究要怎么点，才跑图啊！那就走了。还想趁机攻击？把你串起来烤。输了。这是干嘛用的？这也是剧情的样子。
别别别别别别别！我不想吃杏鲍菇。大雁，好像还会被攻击。有人誰も信じてくれないけど俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるの。敢不敢誰も信じてくれないけど俺は見たんだ。変な光。あ、不认识你。我去！哎呀！小偷了。功劳啊，这里。Thank you.
我还不舔爆。これは結界。なんでこんなところに。困ったわ。どこかに結界を解く方法を知ってる人はいないかしら。やばい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 。好的，好给苦逼。好给公怒怒说一波。いらっしゃい。いらっしゃい。卖什么？揃えてるよ。哦。我看好贵哦。我现在300块而已。MP 用不到。糖果还很多。哦，不用了，不用。またのお越しを。好，拜拜。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。使わせてもらいます。啊，省了15块。またのお越しを。
又要睡觉了。跨年夜的你要一直叫我睡觉，いらっしゃい。这个肩甲是怎么穿上去的？那你あの光は？这个肩甲比圣斗士的圣衣还不合理耶。不思議な光だったわ。すごい力を感じた。就是那个光。又升级啦！サティスえ、サティスさん、あなたは？私はローランドの名前です。リースです。アストリアの宿で光が見えたから。そう。この際、しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？到底你讲啥话？こっちの話。ねえ、お願い。私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。私も行くところだから構わないけど、途中の滝の洞窟に結界があって通れないんです。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで。マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは…それは…
トリアの村の方。何が起こったの？急いで戻ってみましょう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。你不用担心，不会怀孕的。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ああ、頭の中から声がする。早く。わかりました。脸好红啊。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？光の司祭様にお目にかかって私を導いていただきたいのです。そう、いろいろと事情があるのね。襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。危ない。特效，不可以。小哥。
硬的香槟烤过头是不是？哎呀！起来当野味。
嬢ちゃん、ダメよ。こんな危ないところに一人で来ちゃう。だって、だって…やばい。没够考。大丈夫か？うん。そうかい。どこか怪我でもしたのかと思ってびっくりしたよ。いつもの元気なシャルロットのようだね。いつも元気か。司祭様、シャルロットのことでちょっと。おお、ヒース、わしの孫シャルロットがどうしたんじゃ。最近あまり元気がない様子。まだ幼く見えるとはいえ、エルフの血を引く15歳、例の現象を敏感に感じ取っているのかもしれません。そうか、見たまえヒース。マナの女神像が涙を流しておる。そして昨夜の湖の上に現れた光。ええ、夜中だというのにまるで昼間のようなまばゆい光でした。あれはわからぬ。じゃが最近のマナの変動と何か関係があるはずじゃ。光は対岸のアストリアの村の方に消えた。すまぬが行って調べてきてはくれぬか。はい、かしこまりました。はい、それにジャゾの方からも邪悪な気配を感じます。念のため滝の洞窟には外部の者がウェンデルに入れぬよう結界を張っておきましょう。さん、いけません。今日は神殿の中にいてください。
地悪な親父でち。別の場所から出てやるでち。するのは大変だったんすから。じゃーん、これはパネクジャコといってですね、超すげージャンプができるんですよ。どこで手に入れたかは3つ。生意気言ってるんじゃないでち。こんなもんでどうしようってんですか。これを使えば大人たちに見つからずにアストリアまであっという間に行けるはずです。さあ急いで、見つかったら大目玉食らっちゃいますよ。それ！あ、いけねえ、失敗だ。う、嬉しいらね。那就把唐红龟丢在那边了。飞走啦。哎呦！一体，もう信じらんない。このままほっとこうかな。目覚め？グーグーよだれ垂らして寝てたよ。ここはアストリアの宿屋。宿っと…ごめんちゃい。ごめんちゃい。のやつ、帰ったらお仕置きでち。さて、私はもう行くから。あんた、朝までここで寝てけば。せっかく宿代払ったんだし。じゃあね。昨日の晩は親切な人に会って助かりました。さあこうしちゃいられまちゃん、早くヒースを探すでち。
那收集过呢。シャルロットにかかれば楽勝でち。楽勝楽勝。我要往回走。ところで何をしている？お前たち、ビーストキングダムの獣人だな。なぜこんなところに？こいつ、ウェンデルの神官だぞ。我々を見た以上、このまま返すわけにはいかんな。ウェンデル信仰の邪魔になる。なんだって？そうはさせん。なんだこのガキは。なんでつかあんたさんたち。痛い痛い、離すでち。シャルロット、やめろ。その子から手を離せ。おお、すげえ。シャルロット、もう大丈夫だよ。でもどうしてこんなところに。ボールの使い手の割にあっけないな。しかしなかなか高レベルの術者のようだ。こいつは思わぬ拾いものをしたわい。うわぁ、バカ。ヒースに何するでちか。なんだこのチビは。引っ込んでろ。うまい、人财两失，要倒数啦！ヒース、どこに行ったの？ヒース。突如現れたビーストキングダムの獣人たちとヒースを連れ去った謎の男。シャルロットの周りで何かが音を立てて動き出した。
洞窟に入れなくて困っていたんですが、あんたさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然あんたさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。困ったわね。おいでお嬢ちゃん、私も光の司祭様に会いにウェンデルへ行くところだから送っていってあげるよ。到处捡儿子。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんですよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんですから。さあちみちみぼさっとしてないでお孫ちゃんを丁重にウェンデルまでお連れするでっち。うん、この子。さあウェンデルはすぐそこでちよ。しもべたちシャルロットについてくるのでち。道案内してくれるのは嬉しいわ。ありがとう。気をつけるでちよ。おい、なんか、え、直接睡去。啊！この辺は平和になったでち。啊！倒数完啦！新年快乐！大家可以睡觉了。司祭様にお目にかかれるんですね。緊張します。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。
年快乐！火星又是，火星是下戏了，是不是？很多次，
あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんと、ローラント王国が。しかしこればっかりはマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何のこと？何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんですって？聞いてないよ。ねえフェアリーさん、どういうことなの？ごめんなさい。マナの減少によって、私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。ごめんなさい。私エリオットを探さなければならないのよ。誰か他の人を見つけてちょうだい。それができれば苦労さよ。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。でも私、お願い、時間がないの。マナの剣を手に入れればあなたの望みは全て叶うよ。エリオットを見つけ、ローラントを再び元の平和な王国に戻すことだって。それは本当なの？あなた、私の心の中を読めるのね。でも、ちょっと待って。そのマナの剣って、一体何なの？マナの剣。それは、すべての精霊を司る、古の力の象徴。マナの女神が、世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。父を殺し国を滅ぼした憎きナバールの者どもからエリオットを助け出すために、私は行きます。剣を手に入れればローランの再建も夢ではない。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くの？ごめんなさい。マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため
8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば。大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないようその古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。这里没有神像，我要死了。起来等。
快乐哦，我要去睡觉了，好累哦，我快不行了。好，聖剣伝説3 Trials of Mana。先开到这边，大家晚安。大家晚安，拜拜。拜拜拜，新年快乐，新年快乐，新年快乐。你们就想睡觉，我去睡觉了。有人死了，然后他们，坐下来，想说什么？你看，我们在发，等到在发抖，然后。睡觉去。